はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、ドトールコーヒーで三井住友カード、ビザタッチ2000円付与にて追加の情報や注意点ありということで、今回は今現在開催中の三井住友カードとビザタッチのキャンペーンについてですね、こちらのキャンペーンについていくつか分かったことがありましたので、情報をシェアします。このキャンペーンに参加される方はですね、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう。 ということでね、先日動画でも紹介させていただいたこちらですね、三井住友カードとドトルコーヒーのキャンペーンなんですけども、ビザのタッチ決済を使うことで最大2000円相当プレゼントというキャンペーンとなっております。まあ今回はドトルコーヒー以外にもこちらに出てるお店も対象ということですね。 で、内容をざっくりおさらいすると、キャンペーンの期間が31日まで。で、条件としたら、対象のドトールコーヒーなどのお店でビザのタッチ決済。ですが、エントリーは不要で参加することができます。で、対象カードなんですけども、三井住友カードが発行するタッチ決済可能な対応カードということですね。 で、特典の内容なんですけども、使う金額によって変わってきます。税込1000円から1999円以内であれば、1000円分の V ポイントギフトというのがもらえるんですけども、もし税込2000円以上使った場合に関したら、2000円分の V ポイントギフトというのがもらうことができます。なので、ちょうど1000円分使ったらね、1000円分のポイントがもらったりですとか、ちょうど2000円分使ったら2000円分の V ポイントギフトがもらえるので、まあお買い物の仕方によってはかなり、このキャンペーンうまく利用できるんじゃないかなと思ってます。で、キャンペーンの付与、この V ポイントギフトがもらえるのは、9月頃、 予定とということで、すすねねこれが前回、ね、動画でででお伝えした内容でございますでその時の動画でいくつかコメントいただいてたりですとか、僕もちょっと気になることもありましたので、今回はですね、この内容を踏まえて、三井住友カード側に気になることを問い合わせてきました。で、問い合わせた内容がですね、大きく4つに分けるんですけども、 まず一つ目なんですけども、これですね、結局ですね、対象カードはどれなのかっていうことなんですけども、もう結論から言うとですね、三井住友カードを発行するビザタッチ決済が可能なクレジットカードということですね。ちょっとここにビザタッチ決済という風に載せるのを忘れちゃったんですけども、 基本的には三井住友カードが発行するビザタッチ決済が可能なカードということですね。で、実際にですね、ご自身のカードが対象かどうかという確認方法もしっかりございます。まず、例えばなんですけども、今回、ビザラインペイクレジットカード、これがまず対象かどうかの確認方法として、この VPASS アプリに入っていただいて、左下にお得情報という項目があるので、ここをタップします。 そしたらですね、今この Visa ンペ n クレジットカードで参加できるキャンペーンが一覧で出ております。基本的にはこの VPAS アプリに出ていれば対象ということなんですけども、まあ、前回動画でもお伝えした Visa のアップルペイのキャンペーンであったりとか、コンビニのキャンペーン。そして、ここですね、今回のこのキャンペーン、ドトールグループの最大2000円相当という。なので、今回のこのキャンペーンはビザ、Visa ンペ n クレジットカードも対象ですよっていうことがわかると思います。 で、続きまして、左下のホームをタップしていただいて、またこの画面に戻っていただきまして、複数枚ですね、三井住友カードを持っている方であれば、僕の場合、ここのビザラインペイのところですね、タップすると、こんな風に、今僕が持っている三井住友カードから発行されているカードが出てきます。 今だと3枚持ってるんですけども、このビザラインペイの次に、三井住友カードビザですね。これナンバーレスではなくて、普通の三井住友カードビザを持ってるので、ここを僕の場合タップすると、こちらも三井住友カードビザの情報が出てくるんですが、これも同様にですね、左下のお得情報をタップしたら、 もちろんですね、しっかりとキャンペーンの情報が出てきまして、今お伝えしているドトルコーヒーのキャンペーンも出ておりますので、こちらも対象ということになります。で、もう一回ですね、このホームをタップしていただいて、もう一枚カードを持ってますんで、もう一度ですね、三井住友カードビザのところをタップして、今度は一番上の三井住友マスター NL ナンバーレスの方ですね、これをタップすると、今出ている三井住友マスターナンバーレスの情報が出てきます。で、そこからですね、再度お得情報のところですね、左下のところをタップすると、ご覧のような情報が出てきます。まあ、先ほど お伝えしたね、ビザの隠蔽、クレジットカード、そして三井住友カード、ビザの場合に関してと、画面線が若干違うと思うんですよね。そうなんですよ。こちらのブランドはマスターブランドになるので、ビザのキャンペーンに参加することができないんですよね。ちなみにですね、このページから次のページに移動しても、ちょっと違うキャンペーンが出てきますし、こちら、も見ていただいたらわかるように、ビザのキャンペーンが出てこない。 なので、このカードは対象外ということがわかると思います。それを踏まえて、ご自身のカードが対象かどうかっていうのをですね、チェックした上でぜひ参加してみてください。で、それに関連してですね、こちら2番目、s m b c デビットカードですとか、その他のプリペイドカードは対象ですかということなんですけども、こちらですね、視聴者さんからコメントいただいてましたが、結論から言うと、もう対象外ということになります。なので、あくまでも今回のこのキャンペーン、対象となるのは、三井住友カードが発行する、ビザタッチ決済が可能なクレジットカード ということになります確認方法は先ほどお伝えした方法でぜひ確認をしてみてくださいそして次3つ目なんですけどもこのキャンペーンの対象店舗のマップですとか一覧表はありますかという風に聞いたんですけどもそうなんですよねちょっとこのキャンペーン参加しようと思っても全部が全部が対象ではなさそうなんですよねちらほらですねあのツイッターでいろんなツイートを拝見してですねそちらも聞いたんですけどもアンサーとしたらこちらありませんということで基本的にはその駅構内ですとかショッピングモールなどに入 ってるドトルコーヒーとかそういったお店は対象外のところが多いみたいですそうなんですよ全部が全部じゃないんですけども多いというふうにご回答いただいたんですよね なので、もし、こういったところを利用される方はですね、ちょっとここは気をつけないといけないところかなと思います。で、この内容を踏まえた上で、対象店舗の確認方法って結局どうすればいいですかっていうふうにコールセンターのお姉さんに聞いたんですけども、そしたら一応ですね、お店に事前に問い合わせたりですとか、おそらく、三井住友カード側でも、なんかわかるような感じだったので、このお店は対象ですかっていうふうに、事前に確認しておいた方がいいと思います。あとは、お会計時に、お店のポップですね、こちらのキャンペーンのポップがですね、僕も今日利用して きたんですけども、おそらく対象だったんじゃないかなという風に思ったんですけどもこれがないところに関したら対象外となることがあるみたいなので事前にですねこれはちょっと大変かもしれないんですけども確認しておいた方がいいかなと思いますただのね2000円分お買い物しちゃっただけの人になる可能性もあるので 事前にチェックしてておいいくださいで、問い合わせの内容は以上なんですけども、ここでちょっとですね、プチ情報をいただきまして、こちら本日のツイッターから情報をいただきました。三井住友カードであればちょっとお得にということなんですけども、これどういったことかと言いますと、先ほどと同じように、V パスのアプリから入っていただいたらですね、右下にメニューというところがあるので、ここをタップすると、いろんなメニュー画面が出てきます。その中のこのポイントを貯めるっていうところがあるので、ここをタップすると、ポイントを貯める項目、3項目が出てくるんですが、一番下に、 ポイント1%還元のお店を選択と出てきますので、ここをタップします。そしたらですね、特典の対象カードを選ぶ画面が出てくるんですけども、今回は三井住友カードビザ s を僕は選択します。で、その時に一つ気をつけてほしいのは、ビザラインってでクレジットカードは設定できませんので気をつけてください。で、そのまま次へ進むをタップすると、 こちらですね。身近なお店でもポイントが貯まる。あなたが選ぶ3つのお店でポイントプラス0.5%還元ということで、そうなんですよね。これは三井住友カードの、まあ、ちょっとした特典みたいなものにはなるんですけども、選んだ3つのお店で還元率をアップすることっていうのができます。まあ、一応3つまでということなんですが、画面をですね、下に下がっていただくと、今僕全然お店選んでないので、お店が選ばれてませんっていうふうになってます。まあ、実際にちょっと選んでみるとですね、ここをタップすると、いろんなお店の情報が出てきます。今回はここのカフェファーストフードというと タップするといろんなカフェの情報が出てくるんですが利用するのがこのドトールコーヒーなのでこのお店を選ぶをタップするとドトールコーヒーを追加しますかと出てくるのでこれ追加するをタップしてそしたらですねプラス0.5%という風にチェックが入った状態となりますそうなんですよね通常であれば0.5%還元が通常の還元率なんですけどもそこからさらに対象のお店今選んだ3つのうちの1つが0.5%プラスアルファされるので1%還元になるんですよねなのでもしですねこのキャン,ペーンに 参加される方は事前にこの設定をしておいた方がいいかなと思いますちなみに僕はですねお会計した後にツイッターで知ったのでとりあえず今は設定しているだけの状態となってます で、さらに、今回そのドトールコーヒー利用するならですね、店内飲食以外にも、テイクアウトであったりとか、コーヒーの豆の購入とか、あとリキッドの購入も結構ありじゃないんかなというふうに思いまして、こちらもですね、情報を教えていただきまして、ドトールコーヒーですね、こういった風にコーヒー豆購入できたりとか、リキッドの購入をすることができます。なので、店内で飲食される際は、若干ね、ちょっとあまり利用したくないっていう方は、こういった方法もぜひ試していただければと思うんですが、例えばですね、こちらのロイヤルミルクティー、1000ml 入って、 510円ということで、まあドトールのね、ロイヤルミルクという僕もちょくちょく飲んでるんですが、それをね、購入することができるってことになります。で、実際にちょっとね、お店に行ってきまして、ご覧のようなですね、ディスプレイとなっておりました。 もうサクサクっとね、選んでお会計しちゃってもいいですし、購入の金額も520円とか、ま、あそこら辺ぐらいなので、意外と2000円はね、4本ぐらい購入したらすぐに到達するんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、今回のちょっとサムネにもあるんですが、ちょっとお会計時にですね、まあ、一問着とまではいかないんですが、ちょっとツイッターでもつぶやいた内容にはなるんですけども、今回ですね、お会計の際に、ビザラインってクレジットカードをですね、ま、アップルペンに設定した状態で、いつも通りクレジットカード、クレジットでお願いしますというふうに伝えました。 いのね、まあ、ローソンファミリーマートセブンイレブンとかもクレジットでお願いしますって伝えてあとはかざして決済すればもうお会計完了ということでねまあ、気持ちはちょっとドヤっとした感じでいけるんですけどもそれがですねなんかちょっとうまくできなかったんですよ何回もかざしてもかざし方がちょっと下手くそなのかなと思ってかざし直しても全然決済ができず一人ですね朝のドトルコーヒーでちょっとテンパってたんですよで全然反応がないなっていう風にちょっとテンパってたらですね店員さんがあかざす決済ですねって言われてんどういうことと思ってなんかそしたら店員さんが なななんんんかかレジをピピピっっってててて操作しし始めてそたたらピーってって無事にででですすねねお買い切りができちゃったんですよねどういうことと思ってちょっと僕もよくわかんなかったんですがおそらくレジの仕様でタッチ決済みたいなそういった選ぶ項目があるんじゃないかなというふうに思ったんですよなのでもしですねドトールコーヒーで今回のタッチ決済を行う場合に関したらビザのタッチでっていうふうにまあ伝えた方が良かったかもしれないのかなというふうに思いました ま、ちょっとね、これに関しては本当なかなかタッチ決済が世の中にたん浸透してないので、伝え方は本当大変なところではあるんですけども、もし決済する際は、ビザのタッチでとか、タッチ決済でお願いしますっていうふうにお伝えすれば OK です。ですけども、店員さんによってはちょっとタッチ決済が伝わりにくい場合もあるかもしれないので、そこはちょっとね、うまく伝えれることを祈るばかりでございます。 ちなみにですね、今回僕が購入したものはこちらとなっております。まあ、朝のモーニングでコーヒーの L サイズかなアイスコーヒーの L サイズと、あと、こちらチキンが入ったバーガーみたいなものですね。そしてアイスコーヒーとアイスティーとロイヤルミルクティーを購入して、この3つをですね、購入したらなんかリキッドキャンペーンっていうんですかね、なんかコーヒーの無料券をもらうことができました。これちょっと9月30日までということなんですけども、なんか3本ごとに購入するごとになんかもらえるらしくて、 まあ僕が使った店舗だけなのか分かんないんですけども、もし購入される方はもしかしたらもらえるかもしれません。それか、このコーヒー無料券かエコバッグも選ぶことができるらしいので、僕は今回コーヒー無料券を選ばさせていただきました。ちなみにですね、お会計がこちらの通りとなっております。いろいろ購入してですね、 こちら6点でなんと2012円っていうね、ちょっとぴったりとはい、いかなかったんですけども、2000ちょっとだけ超えただけなので、僕は個人的にすごい満足してるような感じとなりました。ということでね、本日お伝えした内容を4つにまとめると、まず対象となるカードなんですけども、三井住友カードが発行するビザタッチ可能な クレジットカードというのが対象となります。基本的にはそれ以外の、例えばデビットカードであったりとか、プリペイドカード、そういったものは対象外となりますので気をつけてください。で、利用する店舗が対象かどうかっていうのは、事前にお店に行く前に問い合わせてもいいと思いますし、お会計の前にですね、ポップがあるかどうかとか、あとレジの人に聞いてみていただいて、対象かどうかっていうのをぜひ確認してみてください。もしね、それが対象じゃなかったら、 普通にお買い物しただけになりますんで、損はしないとは思うんですけども、その方がしっかりとキャンペーンに参加することができますので、チェックしてみてください。で、あとはですね、先ほどもお伝えしたように、店内飲食以外の方法もありということで、テイクアウトであったりとか、豆の購入とか、リキッドの購入、そういった方法もありますので、ぜひそちらも試してみてください。で、あと、お買い時にですね、僕がたまたま利用した店舗だけなのかわかんないんですけども、クレジットでってお伝えして、決済しても、なかなかちょっとうまくできない場合もあるかもしれないので、ここも そうですね。会計時に、かざして決済ができなかったら、あ、かざす決済でお願いしますっていう風にお伝えすれば OK です。ですけども、間違えて ID 決済とかにもなる可能性もあるので、ま、できればビザのタッチ決済とか、ビザタッチでお願いしますっていう風に伝えるのもいいんじゃないかなっていう風に思います。ま、そんなこんなで今回はドトルコーヒーと三井住友カード、最大2000円相当が戻ってくるキャンペーンについての、ま、追加情報とか、ちょっとしたお得情報について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。ま、このキャンペーン自体はね、ま、7月いっぱいでございますので、 対象カードを複数枚持ってる方はですね、ぜひこのキャンペーンですね、うまい具合に使ってみてもいいのかなというふうに思いますま。このタイミングでね、ビザのタッチをまあ体験される方も多いかなと思いますんで、すごい便利な決済方法だと思いますので、そちらもぜひ体験していただければと思います。今回お伝えさせていただいたキャンペーンのリンクも概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひ見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。